さんはこんばんちは。今回もマリサと対戦していくわよ。例のごとくレベル50になってるが、タビパのレベル30くらいになってるんだぜ。あの一ついいですか？どうしましたレイムさん。あんたのパーティなんか強くない？タビパでいろんなポケモン使う派だからな。その中の精鋭を揃えた感じなんだぜ。さすがガチ勢、やることが違うわね。お前もせめてレアコイルにしてこいよ。私もね、したいのは山々なのよ。すればいいじゃねえか。でもね、コイルにつけたニックネームがそれを許さないんだよ。進化と同時にニックネーム変えればいいだろ。その手があったか。マリサ天才、さすがにバカすぎるだろ。というわけで先発はうちのエースの親方、控えはフェアリーちゃんとニャヒートを選択して、いざ出陣。さらっとスルーするんじゃねえ。2連敗は絶対に避けたいわね。霊夢にだけは負けたくないんだぜ。何それひどい。精鋭たちが負けるわけにはいかないからな。確かになかなか手強いわね。だから純粋に負けたくない。私の方が運が強いことを証明するわよ。最初っから運が乗りかよ。未来ためって誰だ。あ、出し負けしたわ。どう性格でしょ。なるほど、大体察したんだぜ。とりあえず悪くない対面だな。やっぱ威嚇ですよね。物理アタッカーに入るのワードだな。すっごいじゃんけんに負けた気分。ポケモンはそんなに単純じゃないだろ。いきなりどう動くか悩んでしまうわね。実は私も威嚇入れたところでっていう状態なんだよな。とか言って Z 技とかするんでしょ。どうでしょうね。やっぱマリサ怖いわ。心理戦に持ち込むのもローカル対戦の醍醐味なんだぜ。私はもうやりたいことをやっていくことにしたわ。ほうほう。あれ、もしかしてここ居座る感じなのか。交代するの前提で技を選択してしまったじゃないか。ん、ヘビにらみ、居座るなら普通に攻撃してくると思ったんだけど、交代読みに失敗しちゃったんだぜ。でも私的にも微妙かな。初手 Z 技だと。私がやりたいこと。そう、ノーマル Z の地点で大体わかるわ。やっぱり、わかっちゃう。まあハリテヤマが使ってるからな。まあバレるよね。でも HP 満タンで使っても全く意味ないんだけどね。まあ無駄に Z 技消費させれたから悪くはないか。悲しいな。しかしマリサはまだ知らない。親方の特性が根性であることを。てか威嚇の分チャラになってるし、攻撃力を6段階上昇させるんじゃなくて、攻撃力を6段階にするんだろ、腹太鼓って。マリサ詳しいね。なんで自分で使ってるのに理解してないんだよ。腹太鼓とか普段使わないもん。まあ使うタイミングが難しい技ではあるけど。悩みに悩んだ結果、嫌な音を選択したんだぜ。動けよ、動いてくれよ。盛大なフラグかな。黙れ、パラガスとは違うのよ。見ての通り、別に動かれるのは問題ないけど、パラガスのことディスりすぎだろ。前回の試合を私は忘れない。もう許してやれよ。持ち物はフィラノミだったか、別になんだってよかったけど、防御も下げたし役割は果たしただろ。ハリテヤマの仇はきっちり取らせてもらうぜ。2体目はトリミアンね。タイプ相性はこっちの方がいいけど、さすがに親方もここまでかしら。防御力2段階下げればさすがに突破できるだろ。トリミアンがどれくらい攻撃力あるか知らないけどね。くらえ、ズッキ。まさかの真昼にでかよー。しかも普通に突破されてるし、もはや運すら必要なかったという。まずい、親方がいなくなったら誰がトリミアンを突破するというの。知らんがな。ここはフェアリーちゃんに頑張ってもらうわ。なるほどアグリボンか。どんな技を持ってるかイメージつかないんだぜ。特殊型なんだろうけど。さあフェアリーちゃんに恐怖を覚えなさい。と言っても普通の技構成なんだけどね。やれやれここはこれで安定か。とりあえず最大火力で攻めるのみ。交代してきたわね。正直ここも悩んだんだけどな。あ、これはまずい。さあ私のグーバーを突破できるかな。サザメ系ほう、虫のサザメか。だがつかないんだぜ。知ってた。なあレイム。何よ。この勝負もう私の勝ちでよくないか。この程度で私が諦めるわけないだろう。そうか。まあお前がそう言うんならいいけどな。霊夢のパーティ炎技が一貫してるからな。ここは契約的撤退よ。交代先は誰だ。アーニャヒートか。炎には炎で対抗よ。では早速熱い洗礼をお見舞いしてやるぜ。ブーバーがゼットクリスタル持ってたんかーい。炎の通りが良くて助かったんだぜ。ニャヒートにもいいダメージが入るだろ。相手のゼット技の演出ほど絶望に感じるものはないわ。その気持ちはわかる。ニャヒート、おーおお。これだけ削れたら上等なんだぜ。アーニエル、私が敗北する未来が、うさんくさい占い師みたいになってるぞ。それくらい絶望してるってことよ。まあ私の行動はこれ一択感があるな。なぜそこまで安定行動ができるのよ。これがお前と私の格の違いなんだぜ。引き性ねえ。そんなことより早く行動を選択してくれ。もう昼にゲーをするしかなさそうね。果たしてそううまくいくかな。普通に素早さ勝ってるんですけど。そんなあ、私にはお祈りゲーをする権利すらないというの。まあギリギリ耐えられてるんだけどな。
そしてこの何とも言えないダメージ量である。どうせ次のターンでナヒートもやられるし、マリサからすれば炎技連打で勝てるし。そうか、炎技連打する発想はなかったな。どうせ何選んでも勝てるし問題ないけども。先生の爪発動して、悲しいなぁ。先生の爪何かに頼ってるようでまだまだなんだぜ。私もちゃんと育成をしたい人生だったわ。育成は大事なんだぜ。そしてアブリボンも余裕で突破できたんだぜ。マリサさん、急にどうした？リベンジマッチお願いしていいですかね？あ、マジですか。はい。まあもう一戦くらいならしてもいいんだぜ。来たこれ。じゃ今度こそ勝ちわよー。何度やったって結果は変わらないんだぜ。しかもパーティーもさっきと全く同じやつ使ってるし。私はあのパーティーに勝たないと気が済まないの。どんだけこだわり強いんだよ。今回はタイプ相性とか関係なく使いたいポケモンを選出したわ。行ってこい未来ため。先発は相変わらず未来ためね。でも今回は出し負けていないわよ。なんだあいつって誰だ。当然こいつに決まってるじゃない？まあタフルイネタを。それでレアコイルに進化できなかったわけか。レアコイルはナンバー2じゃないからね。おかげでゴリ押しするだけで勝てそうなんだけどな。その点は本当に辛いわね。せめて10万ボルトがあれば？これでどうやって勝てって言うんだよ。まあ噛み砕けばそのうち突破できるだろ。これでも食らうんだぜ。おお耐えろー。さすがに確定2発いきますよねー。電磁波か。素早さ奪われるのはきついな。これであんたのアーボックは5ターンくらい動けなくなるわよ。5ターン連続で麻痺バグとか聞いたことねえよ。機械のポケモン的に受け出しはどうなんだろうな。というかこいつ残しとく価値ってぶっちゃけないような。まあ霊夢のパーティー的にハリテヤマは絶対いるんだろうけど、まあ噛み砕く連打でいいよな。ここは少しでも親方のサポートをしていこうかしらね。ってことでミラーショットを選択するわよ。どれくらい入るか。所詮コイルのミラーショットなんて。黙れ。全然効いてねえ。おいおいマジかよ。これがナンバー2補正よ。ぐぬぬ。ここは麻痺バグを祈ってミラーショットで。動けよ。頼むから動けよ。もはや振りにしか聞こえないけん。変なこと言うのやめえ。お前はバカなのー。自分の運のなさを恨むんだな。そんな。ってあれ、耐えてるじゃないですか。やだ。覚醒2発じゃなかったのかよ。が、次のターンでコイルは難なく突破。結局麻痺バグはあの1回だけだったわ。ここからパラガス無双をしていくわ。とんでもない意気込みを見せるの。パラガスでございます。交代先のトリニアンを前に即撃沈。ダイジェストみたいなノリやめー。でもやっぱ最初からこいつが主役ってわかってたわ。やっぱ出てきたか。今回の霊夢のパーティーで一番の脅威。ゼットハラダイコハリテヤマ。攻撃力6段階上昇で一気に3立てしてやるわ。しかしハリテヤマにも弱点はある。それは素早さが低いことだ。マッパパンチとか覚えたら最強なんだけどな。マリウリレベルの脅威になるからやめような。まあ素早さ遅いのを利用して頭突きでひるませるのみなんだぜ。結局マリサも運ゲーかい。やかましい。この環境をひるみゲーに変えてやる。親方これでさっきの仕返しはできたんだぜ。まずい。次もひるんだら本当に負けてしまう。さあこのターンでさらなる絶望を与えようじゃないか。もう動けー。ってゼットパワー押すの忘れてた。いやさすがにそれはひどすぎるだろ。ひるむなって祈ってたらもっと肝心なことを忘れてたわ。さあ今度こそひるませるんだぜ。頼む。決まってくれ。たーくっそ。ここに来て決められてしまったか。親方の逆襲の始まりだー。これで体力半分からやり直しか。まあでも次でひるませたらいずれにせよ勝ちだしな。ひるみって本当に怖いわね。エアスラッシュが命中不安定技になるくらいだしな。あの霊のすごいやつを思い出すわ。よし、あとはひたすら攻撃をし続けるのみよ。あとはひるませるのみだな。と言いたいとこだが交代してみるか。当て身投げはハリテヤマと相性のいい技だからいいわ。ここは一旦交代するぜ。なんですと？とりあえず威嚇していくんだぜ。その程度の威嚇で親方は止められないわよ。6段階から5段階に変わっただけなんだから。今一つとはいえ耐えられないだろうな。この火力たまらないわ。とりあえずそこのヘビは突破ね。やっぱ火力が恐ろしいことになってるな。残りの2匹も投げ飛ばしていくわよ。どっちから出すべきなんだろうな。ランタンから出すか。トリニアンは残しておいたか。まあ出す順番とかもはや関係ないけどね。さてそれはどうかな。電磁波だとー。親方の特性は根性なのに。根性の火力器にするよりも真昼に狙った方が勝てる確率上がるんだぜ。まあ自覚の塊だから普通に動くんだけどね。攻撃されたらもう無理だな。ランタンの疲れなんだぜ。よしよしいいぞ親方。夢の三立てが近づいてきたわ。三立てなんかさせないんだぜ。ハリテヤマはマスカヒルミで動けなくなる運命なんだぜ。パラガスとは違うってとこを見せちゃいなさい。前回の試合を根に持ってたのかよ。いやあれはさすがに発狂案件でしょ。まあ否定はしないが、今回もその
た始末を味わうんだぜ。頼む、動いて。よっしゃ勝ったわー。さすがに2回目はなかったか。あってたまるか。お疲れトリミアン、惜しかったな。今夜は出生会ですわ。一応これリベンジマッチだからな。今の今まで忘れてたわ。まあここから流れに乗っていくから。私も負けてられないんだぜ。今回は結局引き分けってことでいいのかしら。まあ1勝1敗だからな。でも前回の動画では実は私の方が勝ち越してるという事実。それは言わないで。